いやー面白かったですね。皆さん お久しぶりですね。篠沢エグイス、篠塚ね、篠塚勝てて よかったっすね。朝見て練習前見てめっちゃ気合い入りましたね、結構ベアナックルどっちかというとなんか殴られて銅のダメージよりも殴って怪我しちゃうんじゃないかなっていう方の心配が大きかったんで良かったです。ああいうふうに、まあ、これも足を、あ、これどうやったんだっけ。かこうやるのか。篠塚が多分今入ってくるかもしれないですね。最高だったよ。変な怪我もなくて最高。ねえ、いや、よかった。怪我ないでしょ。ない。全然すごい。次、これもスーパーライジンで。次、梅野さんあたりやりたいね。え？梅野さんあたりやりたいね。梅野さんかよ。めちゃいい。梅野さん。やだ。誰が見てんだよ。いいね、何してんの？え？何時？今、昼の2時。あーね。これ10時。え？ 10 時、夜の。あ、ちょっと、アイランド来てよ、今日も楽しそう。今日も楽しくなりそう。うん。え、アイランド来てよ。てか、行くわ、アイルランド。コナー、ベアナックルの共同オーナーだったから。ねえ、やばいよね。ねえ、紹介したいわ。ねえ、行くわ、アイルランド。ねえ、来てよ、来てよ。行くよ。で、同盟と。ありがとう。じゃあ、みんな。うん、楽しんで。バイバーイ。楽しんで。おいっす。はい。いやー、よかったですね。あー、嬉しかったな。でもまあ、はい、はい、OKOK。 なんかよくわかんないですけど、部屋にいきなり人が入ってきたっす。あれ？はい、今ホテル泊まってるんですけど、なんか泊まってるホテルがなんか結構綺麗でめっちゃいいんですよ。なんなら初日っていうか、撮ったエアビが、やばすぎて、もう生活できないぐらいのホテルだったんですよ、最初の1週間ぐらい。こんなの無理と思って、コーチ、SBG のオーナーであり、コーチのそのジョン・カバル、ジョンにの知り合いとか探してもらって、住む場所を探して、ホテル、結構なんかキッチンとかもでかくて、結構部屋もね、今ちょっと今めっちゃ散らばってるんで、部屋全体のインスタライブとかできないんですけど、めっちゃ広いんですよ。で、めっちゃ綺麗なんですけど、なんか一月とかで貸してるホテルみたいな感じらしくて、で、多分そんな高くないのかな。で、めっちゃ綺麗だし、設備とかもいいんですけど、清掃のスタッフとかもいるんで、もう、マジで俺、ほんとこう、初めてそのあれを直面したというか、このホテルが多分難民をめっちゃ受け入れてて、他の部屋で、ね、難民ばっか住んでるんですよ。でも本当黒人ばかりというか、でもう難民が多すぎてずっともうじゅるこう見られるというか、ちょっとそういう怖さというかはちょっとあるんですけど、まあただ一回もそういうトラブルは起きたことないから安心してとは言われてるんですけど、結構やっぱあんま日本も今は増えてきてますけど、難民。でもあんまりこう、なんか、直面しないというか、あれですけど、なんか、
リアルを見た感じですね、世界の。なんか結構今ニューヨークとかも高いホテルとか難民で、あのコロナで結構経営が、ね、維持できないところとかは難民受け入れる感じで、多分国から維持費かなんか出るんですかね。なんかすごいなんかいいホテルとかにみんな難民住んでるらしくて、結構、まあ、別に問題ではないのかもしれないですけどね。あれ、鈴木千尋に勝てるのは俺だけですね。はい。うん。いや、だからもう一回。いや、ほんとシンプルに、ね、普段いろいろね、あの、僕もいろいろなんかね、あの、面白おかしく言ってますけど、あの、気合入りましたね。あの、練習終わって。うん。はい。だからまあ、ね、試合決まってて先見据えることって本当よくないんで、この試合に集中して、で、シンプルに、まあ、勝ち続けてタイトルマッチまで行って、あの、タイトル取って、UAC に絶対行こうって、あの、アイルランド来て、あの、より明確に、その、マインドというか、なんていうの、いろいろ完璧になりました。はい。すごいわ。やっぱ来てよかった。はい、で、帰ったら、父親とも話してたんですけど、やっぱその練習環境を日本でこう、フルでこう、何でもこう自由に使える練習環境欲しいなっていうふうに父親とも話してたんですけど、完全に強くなるために。もう帰って作ろうって、あの、この間の電話して父親と思って、父親もね、多分ジム、多分俺の予想を出したかったんですよ。多分夢だと思うんで、ジム出せる。だからまあ一緒に、親孝行のつもりで2人で出そうかなって感じですね。だからちょっとあのね、まあそもそも僕格闘技始めたきっかけが父親なんですよ。父親がプロボクサー目指してあの上京して、で初めて人生で打ち込める、本気で打ち込めるものはボクシングで、ほんとボクシング一生懸命ずっとやってきて、で二十歳ぐらいの時プロテスト受ける時に、あの、ボクシングとか格闘技って結構脳みその検査とか厳しいんで、あの、CT 検査とか MRI とかいろいろ取ったりするんですけど、その脳みそに水の量がちょっと多かったりすると、普通に生きてたら、問題ないんですけど、格闘技とかやったらその脳のダメージで、その揺れやすいから死んじゃうかもしれない、リスクが高いみたいな感じで、そのお父さんボクシング一生懸命やってたんですけど、ある日急に夢をこう絶たれてしまったんですよ。医者にドクターストップかけられちゃって、プロテストの前に。で、まあ僕は生まれて、なんだろう。お父さんも趣味でその時もずっと続けてるんで、お父さんの影響で僕も始めるようになったんですけど、あんまりね、父親の代わりに俺はやってるぜ、みたいな、そんな恩着せがましい気持ちはないんですけど、まあ一応自分の中で父親の夢も代わりに、叶えたいなみたいな感じで、ちょっと小さい頃から、ね、日本でやってるんですけど、まあやっぱそのボクシング自分の持ってる技術っていうのは全部父親から教わったものなんで、本当東京戻った時にまた父親とバディ組んで朝倉未来戦のために、久々の父親とちょっと今回は戦おうかなと思います、一緒に。はい、やっぱボクシングの魅力、やっぱアイランド来てもみんなボクシングというか、はい、だから今回お父さんと組んでやります。最強の味方っすわ。うん、今、ウイニング全然製造してないんで、これ日本製のウイニングってグローブなんですけど、めちゃくちゃいいんですよ、これが一番。で、こっち来ても全然、やっぱ在庫ないから、ウィニングの偽物使ってるやついましたね。俺、偽物使ってるとか言うやついて、見比べましたもん。すごいよな、グローブがそんな。製造したらいいのに、もったいないっすよね。一番やっぱウィニングがいいと思います。基本、ミッド打ちとかやる時は、14オンスでよく K1 時代からやってたんですけど、最近は16オンスで
やるようにしましたよ。まあなんかわかんないけど、コナー・マクレガーはとにかくでかいグローブでビッとやりまくってるんで、あの僕もあの影響受けてやりまくってます。メイウェザーとかも基本、海外の人でかいグローブで、あのビット打ちとかやる人が多いですけど、ニュースロンっていうか、シンプルに筋持久力のあれだと思うんですよね。ウィニング。カラーオーダーしたことないんで、してみたいですけどね。でもあれ、ね、どこで変えたらいいんだろうっていう。そう、ウィニングのあの、オーダー早くできるとこ、紹介できる人いたら紹介してください。ウィニング今、今になって猛烈にカラーオーダーしたくなりました。はい。はい、本当、朝倉未来を倒して、まあ、鈴木千尋にリベンジして、はい、その UAC 行きます。はい。いやー、やる。出来上がったなぁ。ありがとうって感じですわ。うん。はやぶさの、オープンフィンガーグローブも結構使いやすいですけどね。スパーリングの。昔よく使ってたんですけど。でも、僕的にこの、コンバットスポーツってやつのブランドが、一番オープンフィンガーやったら、パンチ、殴りやすいかなと思います。結構、あの、イサミのあの、ブレイキングダウンでも使用してるあの、イサミのあの、パウンドグローブだったらでかいじゃないですか、パフパフしてね。だからでかいから、めっちゃこう、当たるんですよ。この、ここが長いから。だから、なんかね、距離感がバグるんだよね、なんか。あの、試合になったら、この薄さになるわけじゃないですか。で、なおかつ、あのグローブってこう手が開くような、あ、まだ振ってる。手が開くようになってるんですよ、イサミのあれって。まあ、グラップラーがその日本も多いんで、手が開くようになってるんで、サミングがどうしても多いなっていう、あのグローブ、意外に。でもこれは、弓が、もう、曲がってんすよ、すでに。だから、ナックルがすげえ殴りやすいんですよ、ね。多分、オープンウィンが一番、これが一番殴りやすいと思う。このナックルがもう自然と曲がってるんで、あんまサミングしづらいんですよ。指が伸びづらいんで。わかります？指ここ伸ばしても全然伸びないんですよ。あれ開いちゃうから目に入っちゃうんですけど、これだと指が取れてるんで、いいんですよ。はい、で、格闘技ブランドってギア、あの、こういうグローブラーを、あの、ジム設立にするにあたって、あの、そのギア、格闘技ブランドも、あの、出すんで、格闘技やってる人は楽しみにしてください。やってない人はこれを機に格闘技逆に始めてみてください。いいきっかけだと思って。ね、今まではあのトレーニングウェアだけだったんですけど、あのギアを作ることになりました。ジムやるんで。朝倉未来の、あれは罠だと思います。うん、多分余裕ぶってるコメントを多分たくさん出して、で、天心とかとのコラボとかでも、まあ、俺ガンガン殴り行くよ、みたいな。もうバチバチやるか、みたいな。やたらとめっちゃ言うんで、まあ、これはもうガッツリ組みに来るんだろうっていうふうに、食べた、思うんで、あの、まあ別に組んでもいいですよ。いや、組んでもいいし、別に打撃でもいいし、どっちかというと、もう朝倉未来の寝技のレベルなんで。だからまあ、いろんな、高校から殴り続けてやろうかなと思います。はい、まあ、油断は、油断大敵なんで、自分との戦いですね、今回の試合は。うん、でもこの試合は舐めなかった方が勝つと思う。レックスが上げてきた。あ、もうね、目偉すぎるね。かまってやんないから。レスリング頑張ってレスリング楽しいっすね、やっぱり。ちょうどあと3ヶ月。あ、ちょうどそうだな。ちょうど3ヶ月っすね。いやー、まあ、あと3ヶ月で楽しみにしてください。うん。勝つことによって盛り上がると思うんで、圧勝します。待ってるっすけど。多分自信なんでないんだと思うんですよ。はい。
だって俺、なんだろう。ナサクラミクって前まではあんまり余計なこと言わずに、なんか、どっちかというと、ビッグマウスってよりかは、そんな言わずになんか、試合で見せるみたいな感じの雰囲気のスタイルだったじゃないですか。最近だってやたらとなんか、ボコボコにせやどうのとか、すげえなんか、騒いでんなっていうか、すげえ、うるせえなって、最近思うんで、うん、多分、自信のない現れだと思うんですよ。だから、普通に倒します。ただ、油断せず、フィニッシュしに行くんで、まあ、組み技でも大ゲームでも本当フィニッシュになって頑張ります。楽しみにしてください。